いやーやっぱりレベル2だと移動が楽ちんだよな。バイクだから超楽。うわー、現れたな、ゲームコーポレーションの社長め。お前の正体もう知ってんだよ。かかってこい。ちょっと待て、俺はここで人型になる。待たせたな、ようやく人型だぜ。しかもレベル3ドシーンドシーン。強いだろ、俺のレベル3。なら、俺もレベル3を使ってやる。これで俺とお前は同じパワーになったぞ。同じパワーじゃねえよ、俺のがパワーをするだけだ。あー、しまった。手が取れちまった。ちょっと待てよ。くそ、ここで必殺技を使うしかない。必殺技を使ってやる。しまった、レベル3が溶けてしまった。あれ体も取れちゃった。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ08チャンバラゲーマー&スポーツゲーマーセットです。はい、こちらもですね、2016年12月3日本日発売のものですね。早速開けていきましょう。はい、しょういしょ。どこから？はい、まずこちらがチャンバラゲーマーですね。はい、なかなかよくできてるよね。うん、ただすごくね、部品が外れやすいです。はい、ところどころね、ペタペタっとくっついてるだけなんでね。うん、一応足とか手は動きます、これ。はい、あと2本差しのゲーマードライバーもついてきてますね。じゃあレベル3にやっていきましょうか。うん、チャンバラゲーマーの腕をまず外します。うん、腕はですね、関節のとこから外しますね。さっき取れたとこじゃなくてここだね。取ります。はい、関節取ります。足は普通に取る。兜、はい、これを先に抜いていきましょう。うん、ベルト部分なので上に上げときましょう。はい、感じ。では手まず伸ばして肘をね。はい、で肩パーツ上に上げます。うん、これで手完成。はい、次に足パーツですね。もともと手だったんだけど、これ足パーツになって、まず下にこうスライドさせて足出します。こんな感じ。次がレーザーのレベル2状態ですね。はい、これでまずはタイヤ引っこ抜きます。はい、前輪と後輪を引っこ抜きます。この皮の部分を1回引き抜いてくるっと1回転させますね。うん、穴があるのでこう差し込んで裏側を倒します。はい、で肩パーツのところを上に上げて、うん、でここにさっき作った手を合体させましょう。これで手が完成したね。でこのですね、バイクの後ろ部分を2つに分割して足にしますね。はい、でこれに差し込みます。さっき作った足をね。はい、腰パーツをここに巻きます。そしたらこの部分に突起があるので、ここにゲーマードライバー2本差しを差し込みます。はい、で最後に兜を頭の部分に接着。はい、完成。これで完成だ。うん、なかなかかっこいいよね。うん、素晴らしい。ガシャコンスパローがついていました。ついてますね。はい、じゃあこれ持たせてみましょうか。はい、はい、こんな感じ。うん、いいじゃん。うこれかっこいいよね。うん、今までのエグゼイドの中で一番なんかかっこいい。まあちょっとごっついけど、うん、ロボテックでかっこいい。うん、すごいかっこいいと思う。かっこいいよね、これね。うん、ガシャコンスパローは2つに分けて、うん、ちゃんと釜モードにもできますね。はい、いいね、これね。タイヤは今回は使わないですね。はい、でこちらがスポーツゲーマーですね。はい、自転車だね。うん、で前の車輪が黄緑色で後ろがピンクになってます。うん、ちゃんと目があんね。目あります。それで自立させるためのスタンドもついてますね。これはね、はい、氷にちょうど密着するかな。うん、密着っていうかもうちょうどぴったりだね。これで立ちます。はい、では次にゲームに合体していきましょうか。はい、これはね結構簡単。はい、後輪をまず取るでしょ。うん、これねマスクと胸パーツをこう引き出しますね。はい、
このハンド部分をこうやって横に倒してこれ1回転セット、このハンドル部分の下に突起があるのでそれを肩に差し込むでしょ、反対側も肩に差し込むでしょ、うん、後輪を右手に持たせる、2本差しのゲーマードライバーに差し替えて、これでゲームのレベル3ですね。はい、どうでしょうか。かっこいいけどレーザーよりかは、そうそう、ちょっとレーザーがすごいかっこいいからね、うん、あのね、テレビほどね、かっこよくない。やっぱり。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのレベルアップライダーシリーズ08チャンバラゲーマー&スポーツゲーマーセットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、やってまいりました。今日も質問回答コラー、イエーイ。はい、ということで一つ前の動画、はい、仮面ライダーエグゼイドのデラックスドラゴンライダーハンター Z ガシャットの変身対決の動画のコメントを見ていきましょう、うん、カラー RGB さん、はい、ライダーレボリューション買わないんですか。買おうかなと思ってます、うん、はい、海岸ゴーストガシャットがついてるから。そうそう、ついてるからね。まだ買ってないですね、うちはね、うん、IYIY さん、変身して質問回答コーナーってやってみたら面白いかもしれない。だって本当だ、変身してやるってどういうことだろうね。変身って言った後に回答するの、あじゃなくて、なんかうちらがもう変装してやるってこと、まあ、それもやってみても面白いかもしれない、確かに。スターウィーズさん、ローグワンの前売り券買いましたか。いや、買ってないですね、うん、買う予定はないかな。そう、うん、去年のフォースの合戦の時も買ってないから、うん、ちょっと今バラバラになっちゃってますけど、今回の動画の、コメントの回答はこの次の動画でやりたいと思います、はい、明日ですねライブ配信をする予定なので、はい、そこではライブのコメントを読むのでですね、その次の動画、はい、最後の方で返信すると思います。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。